はいどうも皆さんこんにちは、スパークです。皆さんは動画編集してますでしょうか？最近ね、動画編集する人めちゃくちゃ増えてますよね。ショート動画とかもめちゃくちゃ伸びてきますし、でもね、編集するにしてもどれにしていいかわからないことって結構あると思うんですけど、そんな時にね、初心者でも簡単に使える編集ソフト、ゴムミックスを紹介します。このね、ゴムミックスは初心者向けにかなりおすすめな編集ソフトで、主な特徴を今から紹介していきます。一つ目は使いやすくて直感的なインターフェース。結構ね、プロ向けの編集ソフトだとインターフェースがね、複雑で初心者は受け付けない感じがあるんですけど、ゴムミックスのインターフェースは直感的で簡単に探索できるので、初心者でもすぐに動画編集を開始することができます。なんでインターフェースが複雑すぎるとどこを押せばいいかわからない現象がなくなるので、これはね、初心者にとってかなり嬉しい機能です。二つ目は豊富なテキストプリセットやエフェクト効果。動画編集初心者にとって一番難しいのは、編集に必要な素材を適切な時に選んで活用することなんですけど、ゴムミックスは動画に簡単に適用できる事前に作成されたね、200種類以上の豊富なテキストプリセットやエフェクト効果などを使用することができるので、編集時間を短縮することができます。3つ目、推奨スペックの低さ。ここがね、最大の利点だと僕は思うんですけど、動画編集だとね、一般的に高いスペックが要求されるんですけど、ゴムミックスは低い推奨スペックのおかげで、編集のために高価な編集用 PC を新たに購入する必要がなくなります。ゴムミックスの推奨スペックは CPU は Intel 5以上、RAM は 4GB 以上なんですけど、例えばね、プレミアプロだと CPU が Intel 6以上、RAM が 8GB 以上なんで、やっぱりね、王道のプレミアプロと比較しても全然ね、ゴムミックスの方が推奨スペックが低いことがわかります。そんなね、高スペック PC を持ってないっていう人でもバリバリ編集することができます。ということでね、まあ簡単にいろいろな機能をね、紹介していったんですけど、早速ね、僕もゴムミックス使って編集していきたいと思います。じゃあね、早速ね、ゴムミックス使ってみたいと思います。じゃあまずね、とりあえず編集してみたいんで、この新しいプロジェクトってところかな、で、名前決めましょう。じゃあ何しようかな、スパークの動画。あ、で、この重要費も、あ、すごいな、インスタグラム用のね、応重費も用意されてて分かりやすいですね。 YouTube の解像度はね、 1920×1080 なんで、それで一旦やってみようかな。フレームレートも選べると、最初に選べるのいいな。じゃあね、 30fps で。あ、チュートリアル出てきた。分かりやすいな。これやっぱね、初心者の人にね、めちゃくちゃ向いてるんじゃないかなと思いますね。自分は編集やったことあるんでね、チュートリアル飛ばしてやってみようかな。多分ここに編集したいね、元の動画をね、フォートナイトの動画入れてみようかな。おー、できた、できた。ここのトラックにドラッグすればいいのかな。で、テキストとかは、あー、すごいな、いろいろプリセットありますね。が、あ、だいたい編集ソフトとかってプリセット自分で作んなきゃいけないんですけど、こんな感じで元々ね、プリセットが用意されてるのはね、めちゃくちゃいいなと思いますね。この3ミリオンビューってやつ入れてみるか。はい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 。これで長さを変えれると。分割が多分このハサミのやつかな？できたできたできた。多分ね、これをダブルクリックして、ここでね。はいどうも、こんにちは。できたできた。で、これで、位置をずらして、フォントとかもこれ変えれんのかな？お、変えれた変えれた。はい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 。全然 YouTuber みたいなテロップにできるな。これ現れるで、右にワイプってやると多分。おー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 、はい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 。簡単だな、結構 UI が、マジで。表示が現れるとか消えるとかね、もう単純な日本語なんで、誰でもわかりやすくなってますね。ステッカーとかは、おーすごいすごいすごい。いろいろあるな。この爆発効果ってやつやってみようかな。はい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 。なんかこれあれだね、キルシーとかに使えそうだね。最初から無料でエフェクト使えるのは結構いいと思いますね。使いやすいね。矢印とかもあるね。これサムネとかに使えそうだな。プレイヤープログレスバー、なんかロードみたいなやつかな。これゲージこんな感じだと思うんですけど、これをね、伸ばすとゆっくりになるんですよ。すごくないですか、これ。めちゃくちゃ簡単に使える。時計、デジタル時計、これはなんだろう、あれか、カウントダウンみたいにできんのか。エフェクトなんだろう、これ。ズームとかできんの。あー、できたできた。すぐズームできた。こっからね、だから選びたいエフェクトとかを選んで追加していけば、もう簡単にエフェクトが追加できますね。あ、いろいろあるな、すごい。このじゃあ古いフィルムとかやったら、フォートナイトがレトロ風になるのかな。
おお、すごいすごいすごい、なんかレトロみたいな感じになった。これもまたエフェクトみたいな感じかな。集中線、あーこれ嬉しいわ。これね、集中線俺探して頑張って持ってきてる人なんだけど、集中線元からあるのめちゃくちゃいいね。商品紹介とかするときに、例えばここで分割しといて、ここでね商品紹介するとしたら、ここに商品、ここに集中線持ってきて、で、はいこちらです、バーンみたいなことが一瞬でできると、これエフェクトできるのいいね。ほわほわほわ、あーこれヒカキンさんとか使ってそうだ、このエフェクト。これあれだね、ゴリゴリにプロ級の編集したい人よりも、手軽にねある程度のクオリティの編集したい人にね、めちゃくちゃおすすめできるね。で、これヘルプってとこ押すとチュートリアルガイドで動画も見れるのか。はいはい、おーすごいすごいすごい、動画でチュートリアルも用意されてると、これならね初心者でも分かりやすくできそうっすね。クリップトランジション、これはあれか、間に挟むやつか。じゃ例えば扉を開くってやつ入れてみようか。ここに入れると、おーすごいすごいすごい、いろいろやっぱあるね無料エフェクトが。さっき俺がね一押ししてた集中線、これを例えば探しやすいようにブックマークに押しとけば、集中線使いたいなーって時にこのオーバーでブックマークからすぐ使えると、かなりね直感的に使えるようにこだわられてます。あ、でこれあれなんだ、重ね合わせもできるんだね。今火花と集中線がつながってるんだけど、ここにまたねハート入れたいってなったら、こうやって入れる、ほら3つ重ね合わせもできると、すごいね。しかもね、俺がいつも使ってる編集ソフトってこういうね重めな編集すると綺麗に再生されないんですけど、やっぱね低スペックでも使えるってこともあって、めちゃくちゃ軽いっすよね。一回も止まることがないっていう。で、俺が嬉しいって思ったのはやっぱこのねプリセットがね用意されてるとこなんだよね。本当にねガチガチのプロ仕様とかはこういうプリセットとかって一切なくて、こういうね無機質なタイトルとかを自分でね一からプリセット作っていかなきゃいけないんで、やっぱね最初が大変なんで、プリセットが最初から使えるっていうのはね初心者にめちゃくちゃありがたいね。あ、でちょっとこれ音源も入れてみようか。じゃあ俺がねいつも使っている BGM をね入れてみようかな。ほい、おー入った入った入った。例えばこれを入れれんのかな、流れた流れた。やっぱ軽いのがめちゃくちゃいいねこれ。いや俺ねチュートリアルとかね全く読んでやってないんですけど、普通に俺直感でできますねこれ。じゃあここに効果音入れてみようかな。じゃあこの集中線入れるとこにもうデンってやつ入れてみよう。できたできた。ちょっと意味わかんない編集にはなってるけど、例えばさこうやって離れてたとしても、こう右クリックしてすべての威迫を削除ってあるじゃん。ここを押すと、はいはいはい、こんな感じで全部繋げられるんすよ。まあ、こういうとこね、普通に使えますね。あ、でも、あ、すごいすごいすごい。BGM もともと用意されてるわ、これ。じゃあちょっとね、早速書き出しをしてみたいと思います。この書き出しなんですけど、あ、品質、すごいな、これ。もう日本語でいい、非常にいいとかね、めちゃくちゃ簡単に書いてる。わかりやすい。超わかりやすくプリセットが書いてあるね。じゃあちょっと自分はね、YouTuber なんで、YouTube のプリセット使って、じゃあね、書き出ししてみようと思います。どんくらいかかるかな？はい、てな感じでね、書き出しが終わりました。書き出し時間はね、10分くらいで、まあ、そこまでね、めちゃくちゃ早いってわけではなかったんですけど、普通に書き出しすることはできました。こんな感じでね、エクスポートされたね、ファイルはこの中に入っています。しっかりね、画質も、フル HD でね、全然画質いいですね。はい、というわけで今回はゴムミックスっていうね、編集ソフトを紹介したんですけど、めちゃくちゃね、ゴリゴリのプロみたいな編集よりかは、お手軽にね、初心者でもできる編集ソフトだと思うので、あのね、編集の初心者の方にはめちゃくちゃおすすめできる編集ソフトだと思いました。ぜひ、概要欄からね、飛んで使ってみてください。バイバーイ！